金町中の一緒です。私は今ですね、お笑い海岸、平太郎浜に来ております。今日はですね、お笑い海岸の平太郎浜の、まあ、夜ということで、今ちょうど9時を回ったところですね。まあ、僕の方で若者がですね、戯れてる様子になってます。あ、こういう感じが僕好きなんですよね。このダイナミックさが、ああ、いいですね。こういう感じ。こういう波が私好きで、よく来るんですけども。今日は8月2日ということで、まあ、黄門祭りがですね、水戸の方であったんですけども、もう8時半だからもう終わってると思うんですけどね。まあ、4500発ぐらい、昨年の、ですと、花火を上げていた。ね。34万人でしたかね、去年は。の、来場客を記録したと。まあ、私の記憶ですと、そういうふうに思ってますけどね。こちらの方も回ってということで。まあ、こちらは会場ではないので、花火大会の会場ではないので、非常に、ね。まあ、静かな、海岸なんですけども。ああ、でもすごく落ち着きますね。はい、お笑いの海岸、平太郎浜からお伝えいたしました。